どうもこんにちは、中野敦です。それでは動画を撮りたいと思います。今日の動画について話したいと思います。この後に抽選前の心境について話して、最後にロト6の結果報告をしたいと思います。今日はもうロト6だけの動画かな。明日はロト7の動画を出したいと思います。そして土曜日から予想を再開したいと思います。土曜日はまずロト6を予想して、そして日曜日はロト7の予想と、そしてロト6最終確認したいと思います。そちらも見ていただけたらありがたいです。だからまあとりあえず今日はロト6だけかな。予想はまた土曜日から、ライブ配信するんで、ここ最近、まあ何回も言ってるけど、かなり数字が偏ってるから予想は本当に難しいけど、それでも頑張って継続して2口予想続けていきたいと思います。まあまずは今日当選できるかどうか。この前もかなりその数字が偏ってたから、今日も数字偏るんじゃないかなって思ってるけど、ここずっと数字が偏ってるもんな。均等に出てるっていうのがあんまりない。それに10番台から始まったり、20番台から始まったりっていうパターンが結構多いかな、ここ最近は。それまでは基本1桁から始まることが多かってんけど、ここ最近はそうやな、10番台からとか20番台からで始まることが結構多いから、さらに難易度が上がってる。1桁から始まっても難しいけど、10番台からとか20番台から始まったら、さらにその当選が難しくなる。まあでもまたその簡単な数字並びというか、難易度が下がる時は来ると思うから、その時はチャンスじゃないかな。今はかなりその難しいねんけど、でもめげずに継続して2口予想したいと思います。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。